れいろんなところあるわけですね。こういったほんのちょっとした失敗をなかなか認められない組織だとすると、生産性の悪いものを頑張って使い続けると。何故かっていうと、その選択した人が自分のミスを認めることによって評価が下がってしまうのが嫌だから。これは大きな組織でよくあることです。中小企業の経営者自身が選択したんであれば、自分の選択間違っていたと。そこで損切りして新しいものを乗り換えるということによって、効率の悪いねプロセスを引きずり続けることなく生産性を追求していけると。サンクコストという考え方あるんですけども、過去に投資してしまった、しかしながら採算が合わない、今でも継続的に赤字の垂れ流しになっているビジネスがあります。これをやめるか継続するか。過去の投資がマイナスであっても、年々それが改善傾向にあって、単年度単年度で見れば黒字であれば継続するべきです。だけども、過去に投資したものがあって、毎年赤字が継続していると。過去の投資したもの、過去に投資した金額に加えて、毎年毎年の赤字が累積していくと。人間はですね、過去に大きな投資をした、今やめてしまったらそれが無駄になってしまうというような心理に引きずられて、その赤字ビジネスを継続してしまう傾向があります。失敗したCAMの投資もまさしくこれなんですね。間違った、これ仕方ない、もうそこで損失を確定して新しいCAMに乗り換える。これはなかなかサラリーマンではできないんですね。経営者自身、もしくは経営者の後継者自身が自分の間違いを潔く認めて次のステップに行ける。ですから特にCAMはですね、先ほど申し上げましたように、シングセンターよりかはるかに投資金額が少ないんで、損切りしやすい、意思決定しやすい、次のものをこう試しに買ってみる。試しに買ってもですね、今使ってるものよりもいいかなと思って買ってみました、導入してみました。昔のCAMでストレスを感じてた部分については改善するんだけど、まだ他の部分ではですね、またですね、その新しく採用したCAMの弱みもあるわけですよ。そうすると二頭使いをするというのも一つの選択ですね。もしくは一人のオペレーター、それぞれのオペレーターにCAMを3つ提供すると。そのパスの出し方とかですね、ワークの形状によって得意不得意が変わってきますんで、それぞれ使い分ける。結果的にCAMの稼働率下がるじゃないですか。CAMの稼働率が下がるともったいないということが、あるわけです。CAMのそれぞれの稼働率がですね、一つのCAMを一人で使う。100% CAMは稼働します。一人のオペレーターにCAMを3種類提供すると。そうすると 100% その人が動かしていてもCAMの稼働率は3分の1になります。しかしながらその後のマッシングセンターに対してパスが途切れなく提供できると。効率よくパスを作れるとすれば、CAMの稼働率が下がってもマッシングセンターの稼働率が上がった方が生産性が上がってくるわけですね。それぞれの会社のね、CAMの稼働率によって変わってきますけども、CAMの後ろにどれだけのマッシングセンターの台数が後工程としてぶら下がっているかによって考え方が変わってきます。いろんなところにこういった改善のヒントってあると思うんですけども、特にCAM、マッシングセンター、この総合的な生産性を追求するときにですね、今までの常識を覆したようなCAMに対してですね、ちょっと無駄遣いしてるのではなかろうかと思うようなCAMの買い方をしているお客様が業績を伸ばす、そういった部分が見えるわけですよ。普通の感覚で言えばですね、先だってね、CAMを導入したばかりなのにまた新しいCAMを導入すると。これはいろんな意思決定において精度が低い意思決定する経営者だなと、ある意味でそういうふうに見えるわけですよ。しかしながらそれは後工程のマッシングセンターの稼働率を劇的に改善する結果になったとすれば、CAMに対する多少の無駄遣いがマッシングセンターの生産性を劇的に飛躍させると。これはどこにどういう投資をするかと。マッシングセンター1台に対する投資金額でCAMは3種類もしくは4種類ぐらい買えますからね。そうするとその後工程につながってるたくさんの台数のマッシングセンターの生産性が劇的に改善するというような事例があるんですね。いろんなビジネスでヒントになるのかなと思いまして、ご紹介させていただきました。大手さんは会社の中全部を統一したがる傾向があるんで、一つのCADCAMシステムを導入すると会社ではそれで統一すると。時として協力工場にも同じシステムを採用してくださいということで統一したがります。そうするとそのシステムがですね、不得意な分野ではものすごく全体の生産性が悪化してしまうというような事例になったりするんでね、気をつけなければならない。中小企業それと同じやり方では差別化できないんで、中小企業は大手さんではできない、大手さんでは不得意なところにこう集中的に投資をして大手さんでは追求できない生産性を求めると、そのような戦略が必要なのではなかろうかというふうに思います。今日はですね、CAM を上手に使いこなしているお客様の事例をご紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございます。